さて、続きやっていきましょう。で、まあクリアできるサブミッション全部クリアしたので、もう残すところストーリーをがっつり進めるだけだね。とりあえずこれ取れるな。スーパーアーマーだけど使えねえな。はい、オープン。おぉ、あぶねえ。 S のカード100種類集めしとき扉開かれん。あぶねえ、これやらないといけないか。ステルスボディはね、いいや、どうせ使えないから。まあデッキも多少調節したんだけど、50戦の戦いを終えた時、何それ、連続バトルってことかな。どっちが正解？さっきの道の方が正解かな。ここは、あー、すべてのメガクラスは持ってね。あ、こっちは正解か。孤高のかけらをすべて装着したとき、孤独の扉は開かれん。開けるな。なんだろう。スターカードギガマインか。いらないな。あー、気になるし、ちょっと戻るか。よし、戻ってきた。滅びゆく世界のあらゆる電波体を倒したとき扉は開かれ。あー、じゃあまだ先だ。クリア後だな、これも。最低でもこの ストーリークリア後じゃないと。あー、これ無理。じゃあ戻るか。さーてー、もうちょっとだけど、いや、Dエネルギーでいいや。いっぱい買ったしな。贅沢に使っていこう。一旦セーブしよう。はい。あ、エンプティー。貴様がロックマンか。ここまで来るとは愚かな。エンプティーって、織姫が作ったものなんだけど、こっちの世界でもいるんだな。そこをどけ。強大な力を貴様から感じる。その力、オーパーツか。なぜお前のようなものがその力を。お前たちは危険だ。私がここでデリートする。スバル、うん、すぐ近くにマガマガしい電波感じるよ。こいつを倒せばやっとアポロンフレームに会えそうだな。無駄だ、お前たちはここまでだ。来るぞ。エンプティーイフ。できればあれ書き換えてやりてえとこだな。で、一応バトルカードたちはそれなりに、あー、しまった。まあいいや、これ聞かねえか？聞かねえ。それなりに、相手調節してきたので、新しくカード買ったりして、特にこれだな、グレートアックス。これ斬撃系で、攻撃力が高いんだけど、ちょっと振りが遅いのが難点だな。まあ、ブライあれば、そんなんどうでもいいって感じなんだけどさ。一体！真ん中来るときには撃てねえな。かといって横はもう、きついんだよね、だいぶ。やばい。ブライ早く。あー、避けらんない。危ない！ちょっと時給だな、今。ブライ！ブライ来ねえ。真ん中来い。危ない！これ麻痺するかな、ハープで。したわ。もったいね、もったいね。オッケーオッケーオッケー。追撃追撃。危ない。あー、ブラックサンダー。無敵インビジブル。あ、貼り直すのか、それ。一定ターンで貼り直すのかな。やべ、よし、やっときた。グレートアックスはブライと相性がいいんだよね。ブライのバリアがある分、グレタックスはちょっと攻撃の振りが遅いんだよ。やべえ、やっちゃった。こんなとこかな。いや、危ない。あー、クソ、一撃もらった。ゴートカンフー使っときゃよかったな。持つかな。くっそ邪魔だな、あれ。いって、
死にそう。くっそが。くぅ。いってぇ。微妙に攻撃範囲に入ってる。あのバリア厄介だな。あ、やべ。うぅ。オッケーオッケーオッケー。あーし、まだ畳みかけろ。オッケー、危ねえ、ギリー。運がいい。めちゃぐちゃギリー。ぐっ。オーパーツの力がここまでとは。そこだけ。もう遅い。アポロンフレイム様は眠りから覚めた。やべえぞ、スバル。ふふふ。私の役割は果たした。さ、ラバーだ。ぐっ。キー。ギリ。ロック。わかってる。間に合わせるぜ。危ない危ない。はい。TN で最大回復してセーブ。めっちゃ危ねえ。アンダーシャツなかったら死んでたな。え？積んだ。マジかよ。俺もう今日クリアする予定だったのにな。すべてのSカードか。一応メモ取ってるけど。買ってなんとかできるやつばっかかな。録画外で買えばよかったな。うわ。敵倒さないと手に入らないもんあるわ。ちょっとこれ集めんのしんでーなー。あー、まだ15分ぐらいしかやってないのに今日もう終わりかもしれねーな。まあちょっと一旦録画切ってでも集めてこようかな。うん、そうしないとちょっときついわ。じゃあ集めてここ戻ってくるんでよろしく。はい、というわけでスタンダードのカードを全部集めてきましたと。まあざっくり4時間ぐらいかな、全部集めんのに。残り集めんのに全4時間ぐらいかかったかな。うん、まあほとんどお金稼げだったけど。はい、オープンと。でまあ何が一番大変だったか、まあお金稼ぎもそうなんだけど、ミニグレネードの3か。これがナンスカの地上への電波でランダムでしか手に入らないので、これがちょっと大変だったかな。割とすぐ出た方だと思うんだけど、多分もうボスだよね。ああ、もうボスだ。まあ一応、始めたばっかだけどセーブしとくか。今ちょうど39時間になったな。じゃあ、もう終わりか。本当にちょっと手前で止められたんだな。まあ、すぐ集まってよかったよ、4時間で。アポロンフレーム出てきやがれ。あ、もうここ行き止まりだな。アポロン、貴様がロックマンか。すげえ電波だぜ。私のフレームが強く反応している。大パーツの力か。私の部下たちを、全滅させただけの実力があるようだ。お前のスキルにはさせないぞ。もう遅い。我の力は戻った。貴様の世界へ攻撃を開始する。なぜそんなことをするの？なぜ？理由などない。我は我を生み出した母によってプログラムされた理由などない。ち、ぶっ倒すしかねえみてえだぜ。母？織姫なのかな？お前たちの世界を救いたくば、我を止めてみせろ。来い。スバル、ラストバトル、ライドオン。本当にラスボス前だったんだね。アポロンフレイム。まあ、設定上、ラムーが生み出した最高傑作らしいんだよね。アポロンフレイムと、前回で合ってるか？前回か。戦車。なんだっけ？オリガジェネラルか。あいつとアポロンフレイムは、ラムーが生み出した最高傑作っていう肩書きらしいが、
あーどうだろうな、回復もうちょっと待っとくか。近づけんのかなやつ。あ、いける。いや、か、最初はバリア持ってんのかあいつ。なるほどなるほど。でもライフはそんなに高くない。ハート使っとけよかったな。回収しとこ。あ、ミスった。あー、ミスった。毎ターン復活する。毎ターンというか一定周期で復活する。一定っぽいな。ただロックバスターのチャージが一発決まれば剥がせるっぽい今の感じ。危ない。あ、ちょ、ま、限定。やべえ、ちょ、全然攻撃通らんて。あー、くそ。オッケー。あー、ダバフレかよ。回復、ハープと回復にせよかったか。あー、痛い。やばいやばいやばい。必殺技使うかもしれない。トライブキングっていう必殺技を。ちょ、痛い。危ない危ない危ない。ちょ、これ貫通するか、ハープ。あ、下くれたわ。麻痺入んないだろう。入んだ。意外。チャージして。あ、これ、ガード不能だ、多分。うん。さっき食らったのに。あ、ミスった。いてててて、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、終わった。いやー、待って、ブライなぜ来なかった。はい、再戦のアポロンフレイム。めっちゃ、おお、来た、いきなり。めっちゃ体格が大人だよね。あー、来てくれたのは嬉しいけど、まず剥がさないとな。剥がしさえすれば攻撃が当てられる。正直トライブキングやったらこんなん簡単なんだろうけどな。やべー、オッケー、外した。トライブキング全部倍だからさ、これも1000のダメージ与えるのよ。あー、くそ、かさったか。くそ、剥がしたけど、やべえ、かぶるか、それ。まあ、オックスは連れてって、減らすか。オッケー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 。ちょっとでもダメージ与えとけ。オッケー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 。オックス消して、いや、この火柱は、あれだな。ガード、カウンターが危ない、ちょっと。あー、ミスった。あ、しかも、くそ。ロック外れた。これがいける。火柱に対してカウンターが効くから。チャージしてる余裕はあんまないか。くっそ。ダメだな。チャージは余裕ないわ。こんなんするんだったら。やべ、ちょ。ああ、火柱来るな。回復を欲しい。ゴートカン振ってない。危ない。いや、普通のロックバスターでもいけるな。ミスター、ミスター、ミスター、ミスター。あ、待って、これ。あ、どんどん小さくなるんだ。やべえ、ミス。くぅ、くぅ、そう、ギリー。左来い。あー、やばい。あー、やばい。オッケー、回復。あー、やべ、ミス。ハープは使えないので。あー、電波障壁ありがとう。ロックバスターで。オッケー、オッケー、カウンター。オッケー、雪道というか氷道敷いて。危ない。あー、くそ、まとってるじゃねえか。あ、死ぬかも。危ない。あー、死ぬ死ぬー。はい、オッケー、よくかわした。
終わった終わる終わる真ん中来い OKOKOK 勝った死ねいよーし危ねえ2戦目でなんとかなったギリギリのギリち貴様のその力はウーパーツだけではない絆かあとここだいやブライというか孤高の力あって助かったわはあ、この世界で失われた弱き人間の持つ力オーパーツの力を絆の力で制御しているのかお前の負けだいいだろう6つの証を集め絆の力を示してみせよ6つの証ここじゃね最後の絶望が、あ、6つの証ってそうか。タイトル画面に出る星のことか。最後の絶望が貴様の前に現れるだろう。部下たちを、私もお前たちのもとへ。ぐっ直前のエンプティもギリだったけど。アポロンもギリか。ふぅ、おう。滅びの未来。我らと同じ運命は回避された。あ、そんなこと願ってたの、忍さん。だが絆を失えばこの世界のように滅びが待っている。忘れるな。絆は脆く壊れやすい。うん。絆の力必ず守ってみせる。オーパーツが導いたの？これ。これは。光の中に小さな星が見えるぜ。アポロンが言ってた証ってこれのことかな？あ、クリアスターのことか。とりあえずいただいちまうぜ。ドライブの証をゲットした。どっかで星が一つきらめいた。よっし、他の証も集めるとするか。6つの証が揃ったら最後の絶望が訪れるって。ひ、望むところで。どんな奴でも返り討ちにしてやるぜ。うん。はーい、というわけで、まあ、これは終わりだな。一旦、ウェブアウトしていいかな。するってと、なんか、メールが来るらしいけど。来た来た。メール確認。It's a legend と。It's a legend! 僕は知っている君がもう一つの世界で戦ってきたことアポロンフレームの脅威からこの世界を守ってくれたことそんな君に僕からのプレゼントだバスターマックス。ああ、そうそう。6つの証も集めてくれよ。とんでもないことが起こるかも。まさに、It's a legend! はい、まあ特にエンディングはないんだね。バスターマックス。ラピッドとチャージがマックスになり、アタックの攻撃の限界突破。ああ、使えば強化されるアイテムみたいな感じか。ロックバスターが。さて、まあ、もうやることはないかな。実況中にできることはこれで、アポロン倒したので終わりですね。どうだろう？短くなってそう。前半15分ぐらい撮って、それが7分に圧縮されてるから、このパートめちゃくちゃ短いな。最終パートなのに。まあいいか。そりゃ仕方ない。で、なんか話がしとくべきことはそうだな。他の証っつうのが、まあ、このメガクラスのカードとギガクラスのカードを全部集めたら、クリアスター、最初のクリアスターと S、で、アポロン倒してトライブの証を手に入れて、あとなんだっけ？ S、S じゃない、M と G 集めて、あれ？なんだっけ？ああ、いいのか。その、ストーリーのクリアスター、トライブの証、で、スタンダードメガギガを集めると、最後にラムーの強化個体、それを倒して6つの証と。で、この6つの証を全部集めると、もう一個あるわ、条件が。6つの証クリアするのと、手に入れるのと、あと委員長たちの絆をマックスにすると、ブライの強化個体ってのが出現するんだけど、まあ、ちょっと、メガクラス、ギガクラス集めんのめんどくせえし、もう実況キリがいいのでここで終わらせたいんだけど、ブライの強化個体が出てきて、そいつと戦えることができるっていうのが、
まだクリア後の要素では残ってるかな。まあとりあえずキリがいいからな。もう実況はアポロンフレーム倒して異世界からの侵略も阻止したということでここで終わりましょう。まあ結構長くなった。 if だけで何パートだっけ。このパートが、8パート目か。 if だけで8パート、だいたいそれが30分前後あるので、まあクリア後も長かったな。そもそも流星2が流星1に比べてちょっと長くパート数取っちゃってるから、それはまあまたボリュームがあったってことだもんね。あとやっぱちょっと気になる点はやっぱエンカウントだね。最後のアポロンまでの道のりで一回エンカウントしてるし、道中もめちゃくちゃエンカウントしてるからね。そのエンカウントがなければもうちょっと快適だったかもね。ボス前さすがにエンカウントちょっと減らしてほしかったけどな。多分完全に裏の編集の話になるけど、だいたいバトルがめちゃくちゃ長くて移動時間の方が短いのよ。マップ移動してる時間の方が等間、だいたい等間隔で移動して捕まって移動して捕まってを繰り返してるので、無駄にそのカットの編集は大変だったな。まあそういう裏話があったんですけど、まあ全然見てる人たちには関係ない話だな。まあそうだね、もうやることは、できることは全部やったので、メガクラスギガクラス揃えんのももうこれから先は完全に自己満だし、なんなら流星1ではやってないしね。まあそれ以降の話はまあやらないので、気になる人がいたら中古でね、その買ってもらって自分でやってもらうことをおすすめするかな。というわけで流星のロックマン2 if パート含めこれにて最終回。それではまた別の動画で、バイバイ。